浜松市で暮らす袴田巌さん88歳。2014年に死刑執行が停止され釈放されましたが、未だ死刑囚のままです。1968年、袴田巌さんに死刑を告げた時の判決文、書いたのは当時静岡地裁の熊本典道裁判官です。2007年、その熊本元裁判官が裁判の評議の守秘義務を破り、衝撃の告白をします。私は無罪だと思ってから出てる証拠で有罪にするのは無茶だと思ったんですよ。無罪だと思いながら死刑判決を書いたというのです。そして去年3月、この死刑判決が誤っている可能性があるとして裁判のやり直し、再審が決まりました。熊本元裁判官が無罪だと思った理由、そして裁判のやり直しが決まった決め手となったのは、犯行時の着衣とされた重要な証拠5点の衣類でした。事件は遡ること58年前、旧清水市で味噌製造会社の専務一家4人が殺害され、その自宅に火が放たれました。強盗殺人などの疑いで逮捕されたのは、住み込み従業員だった袴田巌さん、当時30歳。取り調べは連日長時間に及び、逮捕から20日で袴田さんは自白します。裁判では一転、無実を訴えましたが、1980年に死刑が確定しました。当初、犯行時の着衣はパジャマとされていましたが、血痕がほとんど付着していないなど疑問が浮上し、犯行の決め手となる証拠とはなりませんでした。しかし、事件から1年2ヶ月後、突然現場近くの味噌タンクからはっきりと血が付着した5点の衣類が発見され、検察は公判中に異例の犯行着衣の変更をしたのです。5点の衣類が袴田さんを犯人だとする最も重要な証拠となりました。死刑判決を書いた熊本元裁判官は、当時公判中に異様な空気を感じたと話します。今検察官が読んだ起訴状に対して意見どうですか。彼の返事がね、私はやっておりませんって、非常に低い声でね、力みでもないし、ただ静かに穏やかに私はやっておりません。その最初のその時の彼の印象がものすごい今でも残ってます。そして重要な証拠5点の衣類については、その時に出てきた新しい5点の証拠はね、おかしいと思ったんだ。だからそこから先はね、僕自身はもうあとは僕の仕事は何とかして2対1になることよ。判決は3人の合議で決定。自らは無罪の心証を持ちながらも死刑の判決文を書き、その翌年裁判官を辞めます。そして再審請求の審理が続いていた2014年、事態が大きく動きます。静岡地裁は5点の衣類について捜査機関による捏造の可能性があるなどと指摘、再審を認め袴田さんを釈放したのです。しかし検察が不服を申し立て、東京高裁で審理が続くことになりました。2018年、東京高裁が再審の判断をする日、福岡市の病院でその行く末を見守ります。今テレビでね、再審を認めないって今出たの。
そして2020年、自らの判決文に悔いを残しながら、83歳でこの世を去りました。去年10月から静岡地裁で始まった再審で、最大の争点となっているのが5点の衣類。検察側は袴田さんの犯行着衣と主張する一方、弁護側は事件から1年2ヶ月後に味噌タンクから発見された衣類の血痕に赤みが残っていて不自然だと主張。独自の味噌漬け実験などをもとに、血痕は1年以上味噌漬けすると黒くなると主張。赤みのある血痕がついた衣類は捏造された証拠と訴えています。そして福岡県の教会では、袴田事件はもういつも岩尾さんに申し訳ないって、それもそれだけですね。もうすまんすまんすまん、はい。熊本元裁判官と共に生活していたパートナーの島内和子さん、今も無念を晴らしたいと祈り続けています。袴田事件が、まあ、再終わりをっていうか、見届けずに死んじゃったのはちょっと辛かったと思います。だけどもうすぐですよ、完結するのは。頑張ってます。こちらも熊本さんも応援してください。熊本さんが書いた死刑判決から56年、再審の審理は来週22日終結する見込みです。